ダックスホンダ。ね、ダックスホンダでございます。こちら、昨年ですから、12月29日ですね。昨年の12月29日に入ったオートバイでございます。ですから、1、2、3、4、5、約 5ヶ月ですね。5ヶ月経過してございます。で、見るとですね、後ろはね、かなりブレーキフードがね、もう、タンク越しから見えるブレーキフードが茶色いんですよ。うん。なので、ちょっとね、で、基本的には透明ですよね。透明なので、で、後ろを、ちょっとね、見てみますか。ね。せっかくですから、後ろを見てみましょう。まあ、ブレーキフルードっていうのはですね、時間が経つとどんどん黒くなります。で、距離で交換するタイプのものではないんですよね。で、消耗品関係では、距離で交換する消耗品。あと、期間で、そう、何年とか、何ヶ月とか、まあ、何ヶ月はあんまないですかね。そういう期間で交換するものと、まあ、大きく分けて二つに分かれると思うんですよね。はい。なので、乗らないから、交換しなくていいでしょっていうことをやってしまうと大変なことになります。はい。まあ、いろいろなね、パターンがありますけど、過去にね、いろんなの見ますけど、見てますけど、なかなかね、おう、これはすごいぞ、みたいなね、っていうものもありますよ。ね。で、とりあえずちょっとここを外してね、ちょうど上にマフラーがあって邪魔なんで、はい、外しますよ。で、こうね。で、色がだいぶね、この半透明の上から見ても、黄色っていうかね、茶色いくなってきてるんで、これ開けますね。硬いね。よいしょ。ね、ダックス。前後ディスクブレーキなんで、はい、昔のは前後ドラムでしたよね。まあ、ドラムの方がね、お金かかんないような気もしないでもないです。ね、はい。で、ちょっと、これね、一緒に全部貼り付いてきちゃってるからですけどね。こうやってね。ダイヤフラムも一緒についてきちゃいましたね。はい。で、こう見ると、まあ、デリバリーされてから5ヶ月ね。デリバリーされてから5ヶ月の、ブレーキフルードこんな感じです。はい。ですからかなりね、もう、だから5ヶ月でこんなになるわけないんだから、結局のところですね、かなり時間が経っていると。製造されてからね。うん。いわゆるこのブレーキフルードが入ってる。おそらくブレーキこう、一式ね、マスターシリンダーからキャリパーまで、ホース繋がった状態で、ブレーキメーカーから、車両メーカーですよね。そちらに納入されるんじゃないかと思うんですよ。で、それを、車両メーカーが、こう、組み立てていくと。車両の組み立ての時に一緒にセットしていくっていうね。いう、やり方だと思うんですよね。一時そこでブレーキ、ホース繋いで、車両の組み立てラインの中でね。で、ブレーキフルード入れてっていうやり方はしてないんじゃないかと思うんですよ。なので、これおそらくですね、製造からもう2年以上は経ってんじゃないですかね。フルードセットされてからね、ブレーキの形になってから。そんな気がするんですよね。でないと、この色にはならないと思うんですよ。もしくは、初めから、入れた時から古めのフルードを入れてるかね。ただ、缶に入ってれば、どういう風になってるんですかね。缶に入ってるのか、封されてるのかわかんないですけど。ね、なんです。で、ちょっとこれ、ダイヤフラム外して、ね、これね。これ蓋外れましたね。そしてこれ外しますよ。よっ。まだ大丈夫だね、でも。気持ちいい。この、少しこう、ポツ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 って、結露してる時のね、あみたいになってますけど、まだ、あ、でもこっち来てるか。気持ちもここら辺はね、ブレーキフルードが抜けてきてますね。はい。そう。ブレーキフルードで抜けるらしいんです。はい。ですから、そう、乗ってないから大丈夫ってやっちゃうと、ここに溜まってくるんですよね、ブレーキフルードがね。そう。後ろはでも、これも、キャップも樹脂だし、そんなにね、気にすられもないような気がするんですけど、これが金属製で色塗ってあるやつだと、まあ、これは形状的にこの穴から空気、一応ね、吸うようにできてるんですよ。そうしないと、ブレーキフルードほら、パッド側に行かないから。そういうことです。密閉されちゃったらね。だから空気かな、こっち側に。こっち蛇腹になってて、こうやって出るようになってるんです。出たり入ったり出たり入ったりするようになってるってね。そういう仕組みですよね。で、この穴から、抜けてきたフルードはこの穴から出てきて、で、蓋を浮かす。蓋の塗装がだから、ダメになっちゃうんですよ。はい。そういう車両見たことないですか。ね。いつの間にか、マスターシリンダーの蓋が、塗装が剥がれて、ボロボロになってるよ、ね。そういうことになりますから、まあ、定期的に交換。はい。まあ、できれば、1年ごとにね、
交換しないようにこれだけ掃除するとか、そういうことやるといいのかなと、ね、思ったりしますけどね。はい。ということでね、これはね、ブレーキフード変えた方がいいですね。もうね、もう変えましょう。でないと、まだね、大丈夫だと思うんですけど、この汚い状態がどん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 ね、例えばここに最終的には汚れがどんどんどん溜まっていくと。ただ色がついてるだけならいいんですけど、それがだんだんとね、はい。つい先日もすごい車両をやった記憶があるんですけど、ああなっちゃうとね、もう大変ですから、そうなる前に交換する。で、完全に入れ替えって難しいじゃないですか。ブレーキフルードってね、この状態で全部ブレーキが繋がってる状態で完全にフルード中のフルードを入れ替えるっていうのは、まあ、現実的できないので、なので、だからこそこまめにやる。っていうね。はい。2年に1回だとね、かなり汚れてきてますから、それを入れ替えても、その残ってるフルードっていうのはどうしてもあるんでね。で、それが結局ほら、混ざっちゃうんだから。で、4年に1回シール変えるって言うんで全部バラすっていうならいいんですけどね。そんなことをなんか先日も話したような気がしますけどね。はい。だしょっちゅう4年に1回もバラすんです。必ず。バラすんですと。で、シール交換するんです。だそれだったら、もうフルード全部その時に入れ替わっちゃうから、綺麗に。全部開けちゃうんでね。だそれだったら、2年に1回交換して、で、次の2年目でバラしてって。そのサイクルでね、やればいいんですけど、なかなかこうシール交換とかなるとお金のかかる作業なんですよ。はい。だからあんまりちょっとやらないっていう方もね、いらっしゃると思うんですよ。うん。まあ、お店の側もね、いやーっていうところも、まあいいんじゃないですかみたいなね、そういうお店もあるかもしれないんですけど、まあそういうことだとなおさらこまめに交換しといた方がね、っていうのはありますね。まあそれでもキャリパー側とか汚れが溜まってくるんで、悲惨ですよね。そのまま乗ってるとね。そうすると、やっぱりこう、最終的には無理がね、はい、ダメになってしまう。ね。ダメです。ということで、後ろをとりあえずちょっとこれは入れ替えて、あと前もね、開けてね、どんな何倍なのか、ちょっとね、見て。で、前も汚かったら、交換すると。ね、いうことですね。入れ替えていきます。まず、カップに入ってる、このフルード先抜いちゃいますね。はい。で、それで、継ぎ足しながらね、はい。入れ替えていくという感じにします。まあ、人によってはね、いや、このタンクの中だけに入れ替えときゃいいんじゃないですか。新車で販売するときも黒かったらね。そういう場合は、まあ、ここだけとりあえず入れ替えとけば。ただ、混ざっちゃうんでね。こう、ただまあ、これはまあ、ペダルですけど、こうやってる間に、ピューピューって古いのが出てきて、ぐる、まあ、混ざって、あっという間に黒くなりますからね。はい。そう。だから、できればね、本当はメーカー、新車だから、新車ってほら、何にも消耗してない状態なんですよ、本来は。だから、そういった状態でやっぱり出してくれるといいですよね。うん。いや新車ですと、これはね。うん。だから、もう何も、最初から何も交換する必要なんかないですよ。だって新車ですからっていうようなね。うん。状態で出してくれればいいんですけど、現実はそうでもないっていうかね。うん。現実はね、そうじゃないんですよね。うん。そう。まあ、他にもいろいろね。うん。問題になるところはね、多々あるんですけど、実はね、うん、最近の車両ね。まあでも、昔からなのかもしれないね。もしかすると、私は触ったことないから昔のやつをね、昭和の時代とかの、いわゆるメイドインジャパンっていうやつですね。はい。まあ平成の時代もあったと思いますが、最初の頃は。そういう車両触ったことがないんで、現実はないとしてね、どうなんだっていう、わかんないんですけど、うん。でも、あんまり変わんないような気がしますけどね。当たり外れじゃないけど、当たり外れって嫌ですよね。そう。入れ替わってます、今ね。どんどんどん、入っていってるんで。で、ここ、アッパーの位置ですかね。まあ、その付近まで入れて、で、戻す。ね。あんまり入れちゃうと、アッパーまでのあたりギリギリに入れると、このダイヤフラムとあれこういう時に、隙間から出てきます。で、汚れちゃうから、あんまりギリギリまで入れるの難しいんですよね。だからまあ、あんまこんなもんだなっていうところでね。透明だからね、わかりづらいの。色ついてないからわかりづらい、すごく。もしかしたらそういうのが分かるように、初めから色つけたら。
皮肉で。ね。皮肉。これは皮肉で言ってますよ。ね。そんなわけねえだろってね。うん、はい。で、トヨタのはね、純粋黄色いんですよ、少し。黄色みがかってるのが入ってる。ね。初めからね。入ってるというか、この、噛んで買うと、うん。そういうのがあるんですけど、通常ホンダのブレーキフルードは透明ですね。買ったことありますけど、透明でしたよ。はい、無色透明ってやつね。はい、だからまあ、普通は透明ですよね。うん。ね。まあ、いろんなね、あれがあります。はい。だから、ちょっとお台フラも洗おう。うん。反対側、ちょっとね、できてるから、これ洗って、戻しますからね。はい。で、ブリードスクリューですね。こちら、抜くとこね、エアー、最終的にエア抜きするところなんですけど、まあ、そこから液をね、抜きながら入れ替えてますけど、ここのところにフルード溜まるんで、塗っても抜けきらないんで、これでちょっとね、こう、すると。ね。そうしないと、これがずっとここに入ってるんで、腐食する原因になるんですよね。ね、はい。OK。そしたらこれ閉めて、今度、あと前もね、開けてみて、どんな場合か。あんまり汚かったらやっぱり、いえいえ、汚くなくてももう、後ろがこうだからね、入れ替えちゃうといい。綺麗になりました。はい。よかった。ってことで、前ですね。前を見るとどうですかこれね。このね、窓。奥。なんとなくね、汚い感じがします。あれはそう、綺麗に、そんなに汚く見えないんですけど、実はね。うん。でも実際、こう、開けるとね、汚かったりするんですよ。で、これ開けるのに、ちょっとですね、ハンドルがね、こう起きてます。少しね。で、マスターシンダーが平らじゃなくて少しこういう風になってるんで、このままやると、ギリギリまで入ってると、こぼれますから。はい。だからちょっと緩めて、位置を変えますね。よいしょ。まだ一回も、ネジ、フォーク当てたような跡がないですね。ね。で、これでちょっとこれぐらいかな。うん、でも元々、ポンチの位置ここだよね。少し初めから置き気味になってたね。いいのかな、はい、まあ、車両の性格からして。よし、ね。で、これちょっと開けてみましょう。せっかくですからね。前だけ、後ろだけやって前だけやんないっていうのも。そう。時刻は6時だな。まずいな。もう早く終わりにして。はい。疲れちゃった。なんてね。怒られそうですけど。何言ってんだよ、つって。何が疲れただよ、つって。ね、怒られそうですから、あんまりね、言えないですね。はい、よし。そしたら、これ開けますね。うん、で、これ、多分でしょ、ね、はい。で、ここの、これ、ここに線があるじゃないですか、ピュって。これ、わかります?この下のところに。で、こう見るとほら。ね。これが空気の通す穴なんですよね。の。空気通すようにできてる。またそうじゃないと困っちゃうね。はい。で、ここに、で、これちょっと外します。はい。もうね、汗ばんでる。少し。これし、そう、新車からこういうね、まだ5ヶ月ですね。でもどうなんですかね、私もね、こうよくわかんないんですよ。うん。ね。だからそう、作ってる方だったらね、工場でやってる方だったらわかると思うんですけど、日清とかね。はい。見ると、ほら、わかります?汗ばんでんの、これ。ほら。これフルードです。これ全部フルード。ほら。ね。これね、フルードが抜けてきてるんですよ。もうかすかにかすかに、そう、少しずつ少しずつね、抜けるらしいんです。このゴム、フルードって。そう。すごいですよね。よし、外しますね、これね。ちょっとね。まあ、これ洗って。で、これ、上まで入ってないんだね、フルード。で、フルードはこんな感じ。ね。もうかなり色ついてますね。はい。まあ、後ろと同じような感じかな。で、ラインのとこまで入ってないですね。はい。で、まだほとんど走ってないんで、まだ400キロか。400キロちょっとしか走ってないんで、ブレーキパッドなんかね、減ってないですから。だから、初めからあんまり入れてないのか。で、あと、気持ち抜けてる分は減ってますよね。はい。うん。だからこんな状態なんで、やっぱりこれはね、入れ替えると。ね。うん。だから、このダックスは、千何百台目かな、うん、そんなに、まだ千番台だと思うんですよ。そう、そんなに、
ただ、千番、それでも千番台だから、製造からはね、そう。で、ほら、ずっと日本酒をなかなか作れない、作れないって言ってやってたじゃないですか。だからデリバリーちょっと遅れるって言ってね、一回遅れて、で、再度ね、あのデリバリー始まって、っていうような流れがあったから、はい。でもね、やっぱり中はまだ綺麗。いわゆる黒いなんかドス黒いあれが堆積したりとかね、そういうのはさすがにないですよね。もうそうなっちゃったらもう話にならないんで。そういう車両だったら、ちょっとね、やばいですよね。だこの辺もみんなね、販売店でやると、ね、いうことですから、あの、ぜひね、うん、あの、そういうのをちゃんとやる販売店で購入いただくと。ね。それがいいと思います。はい。あの、興味ない人もいると思うんですけど、ただ、やっぱり、バイクをね、ちゃんとした状態で乗ってほしいっていうね。はい。そういうお店であれば、おそらく、点検してね、やると思います。はい。ですので、そのあたりをね、うん。はい。まあ、結局ね、で、おそらく、ディーラーみたいなとこだったら、ちゃんとやると思います。はい。そのためのね、あのメーカー直系ですから、はい。またそれがやんないようだったら、ちょっと心配になってきますね。10年後、20年後、30年後はね、はい。どうなるのかはわかりませんが、はい。ね。やっぱやってくれる店がいいよね。でもそういう店なかなかないんですよね。そう。そうなんですよ。現実はね、なかなかないんですよ。だからね、困っちゃうんだよね。また、そういうことをやる店に限って、正規販売店じゃないんで、やっぱり。そう、正規販売店やってるところはもう、ノルマだやれなんだとかね、そういうのがいっぱいあって、なかなかこう、バイクのに手入れるとか、そういうことはなかなかできないですよね。もっと効率考えていかないといけないからね。そう。いかにこう、丁寧にいろんななんかやるとかね、細かくやるとかそういうことよりも、効率ですよね。いかにお金稼ぐかっていうね。はい。そこになっちゃうんでね。どうしてもね。うん、またメーカーもそれを求めてるんでね。ね。さあ、どうですか？綺麗になりましたね。はい。部屋紙もしてないですね。そう。マスターのところ引っ張って吸っちゃうと、全部吸っちゃうと、部屋噛んじゃうんでね。はい。適当なところで。で、量的にはもうここで十分かな。入ってた量これぐらいなんですよね。で、もうちょっと入れていいかな。もうちょっとね。あんまり上まで入れるとね、溢れるんでね。こんなもんかな。はい。よし。で、さすがに新しいまだここの表面とか綺麗ですよ。ダイヤフラムがちょうどはまるところね。うん。ここも、そう、時間が経ってくると、ザラ、なんかね、もう、結晶化したあれが溜まってきて、ザラザラになるんですよね。まあ、そうならないように、こまめな交換ね、をしていただくということじゃないですか。で、下の方ね、また同じように、ちょっとこう、先っぽこういう風にしてね、で、こう入れて、吸い取ると。ある程度ね、ある程度吸い取って、はい。で、最後のところはちょっとね、いろいろやるんです。はい。最近はもうそうしないと、残ってるやつどうしてもね、気にならないですか？ね、なるでしょ？ね。これを戻しますね。ね。はい、で、日清の、日本のメーカーのは、このサラネジは、だいたい均等にこう、あ、こんなもんかなーっていうところで終わりですかね。手応えで明らかに、あ、ここっていう感じっていうよりも、あ、こんなもんかなーっていう、あれじゃないですかね。それでもなんか手応えあるね。はい。よし、OK。ということでですね。あとこっちか。まだね、これ吸い取らないんですね。で、かなりここら辺まで濡れてるね。場合によってはね、もう差し込むところから、もう口元が見え、もう、フルードが見えてる場合もありますよ。ね。なんで、そのあたりはね。っていう感じでですね。ちょっとダックスのね、はい。ブレーキフルードの交換をしてみました。まだね、5ヶ月ぐらい経ってないんですけど、そんなんで変えちゃうのっていうね、方もいらっしゃるとは思うんですが、まあ、色を見るとですね、ちょっとね、こっから先がもっとね、一気にガーッと行きそうな感じがするんで、変えました。はい。結局ね、何を困るかっていうと、後で困るってことです。はい。うん。
もちろん、すぐ売っちゃうとかね。もう乗んない、すぐ、どうせ、1、2年乗ったらもうやめちゃうんだとかね。そういうんだったら、まあ、話は別ですけど、はい。まあね、でも、たとえそうだとしてもね、乗ってる間はやっぱり気持ちよくね、うん、乗るっていうね。まあ、そういうことを考えると、やっぱこうちょっとね、このポンチマークが一応ね、あるの、1決めのね、気持ちを置き気味でしたかね。だから少し寝かしてね、はい。よし。そしたらこれは戻してね。はい。エンジンオイルね、変えましたけど。あと、まあ、フルード結局、まあ、変えることになりましたね。はい。で、アクセルだとかね、パッドの、キャリパーにグリス塗るやりなんだ。そういうのはもうやってあるんです。暇を見てもやっといたんですけど。はい。ということで、皆さんのオートバイ、ね、ぜひいい状態で乗り続けていただければと思います。そうですね。新車で買って、まだ、数ヶ月なのにブレーキフルードが真っ黒なんていうのもね、実はあったりもしますんでね。はい。そのあたりは、よく見ていただければと思います。それではまた。